冬の北海道東北3泊4日一人旅。今回はホテルをチェックアウトし美瑛を出発。日本最北端の駅稚内を目指します。美瑛から稚内までの距離は約260キロ。鉄道を乗り継ぎおよそ6時間の長旅です。まずは JR 富良野線に乗り旭川駅に向かいます。特急列車を待つ間にお気に入りのお店。ここは倉庫を使ったおしゃれなカフェ。店内は新旧が入り混じった空間が広がります。しっかりした味わいのエスプレッソ、五感で味わえるこだわりのスイーツ、心地の良い時間を過ごします。駅に戻ったら特急サロベツの出発時刻。銀世界の中をぐんぐんと北上を続けます。揺られることおよそ4時間、ついに稚内駅に到着。半日移動し、あたりはすっかり真っ暗です。日本最北端の駅到達を祝して乾杯。夕食に選んだのは稚内名物タコしゃぶ。熱々の出汁にくぐらせてシンプルにいただきます。冬の北海道3泊4日一人旅2日目、美瑛から稚内へと皆様をお連れします。おはようございます。昨夜は日本酒を飲んで温まったおかげかぐっすりとよく眠れました。というより眠りすぎ、ホテルの朝食を逃してしまいました。今日はこれからホテルをチェックアウトしたら駅に向かって一泊した美瑛を後にします。歩くとギュッギュッと新雪の音がする。夜のうちに降ったんだな。前から雪が目に飛び込んでくる。寒いけどやっぱ雪があるとなんか気持ちの問題かな。そんなにね寒さ感じないっていうか嫌な寒さじゃないです。ただ顔にめっちゃ雪が当たるっていう。これからね駅に、もうすぐそこ駅だからJR で旭川向かいます。美しい駅舎に到着。雪景色によく映えます。一泊で美瑛を立つのは名残惜しいけど最北端の駅を目指したいのでこのまま駒を進めます。これまで鉄道の日本最東西南端の駅は到達し、残すは稚内。どうしても行ってみたいんです。美瑛から稚内までの距離は約260キロ。鉄道を乗り継いでおよそ6時間の長旅です。ほとんど移動に費やしますが、その道中を楽しみながら行きましょう。まずは美瑛駅から JR 富良野線に乗り込み旭川駅を目指します。旭川まではおよそ35分、バスだと1時間ほどかかります。どちらも本数は少ないので事前に調べておいた方がいいですね。車での移動なら時間や場所の制約がなくて便利ですが、ローカル線ならではの風情を楽しむのも魅力の一つです。北海道のローカル線は鹿と衝突して遅れることもよくありますが、予定通り旭川に到着。特急列車で乗り換え時間に余裕があるので一度改札の外に出ます。まずは駅ネットで予約しておいた切符を受け取ります。駅ネットは JR 東日本が提供するウェブサイト。JR 東日本と JR 北海道の特急券などをお得に購入できるのでかなりおすすめです。事前に予約していた切符を受け取ってきました。すごいよ、事前予約だとね、なんと 50% 半額で買いました。まだね、発車時刻まで結構あるからコーヒー飲みたいね。朝のコーヒーを飲みに行きましょう。やってきたのは目を引くレンガ造りの大きな建物、森彦レンガ1909。森彦は札幌と旭川にカフェやレストランを展開するコーヒーカンパニーです。ここは1909年に建てられた歴史ある倉庫をリノベーションしカフェとして営業しています。店内は新旧が程よく溶け合った居心地のいい雰囲気。私が渡したのはエスプレッソ、深い香りが漂います。そしてほろ苦いコーヒージュレとモンブランのジュレパフェ。もちっと濃厚なアイスクリームの上にたっぷりかかった栗のクリームが相性抜群。朝食を食べずにここに来たけど、それはそれで良かったかも。おしゃれな空間でいただくこだわりのコーヒーとスイーツ、贅沢な時間を過ごすことができました。何度でも訪れたくなるお店です。ごちそうさまでした。パフェめっちゃ美味しかった。やっぱ乳製品が北海道マジでうまい。なんかすごくね、ねっとりっていうか濃厚なアイスクリームと、あとクリームもめちゃめちゃうまかった。ということで今からもう駅向かおう。
まあ、多分ね JR 止まってないと思う、この感じだと。最北端の駅、稚内行きの特急列車に乗るべく JR 旭川駅に戻ってきました。これから長い時間乗車するので旅のお供をここで調達していきましょう。電車旅にはやっぱりこれ、今回は札幌クラシックフラノヴィンテージをチョイス。おつまみは鶏もつの燻製、珍しい。どんな味かな、買ってみよう。最後に旭川の地酒男山。よし、これで長旅の準備は完璧。会計を済ませたら改札をくぐってプラットホームへ向かいましょう。なんだかんだ中間に時間過ぎちゃいました。あ、やばい、こっちじゃない、やばいやばいやばい、やばい。何を勘違いしたのか違うホームに上がっていました。時間は結構ギリギリ。特急サロベツ、旭川と稚内を結ぶ特急列車です。どうにか発車時刻に間に合いました。いや本当によかった。さあいよいよ最北端の駅へ。なんだか胸が高鳴ります。座席に着いたらすぐに出発。ゆっくりと走り出しました。13時35分に旭川を出て稚内に着くのは17時25分。およそ4時間の列車の旅、料金は半額で4400円。時間はたっぷり、シートを倒してゆったり過ごしましょう。窓の外に広がるのは冬の北海道らしい景色。それを眺めながらいただくのは札幌クラシックフラノヴィンテージ。まずはこれでしょう。摘みたてのフラノ産ホップを生のまま使用したビール、フレッシュで芳醇な香りとクラシックならではの爽快な後味がたまりません。買ってきた初の燻製と卵黄の燻製もビールのお供にいただきましょう。まずは初かな。1羽から1つしか取れない貴重な部位、弾力のある食感です。卵黄は粗挽き胡椒とガーリックでパンチをプラス、ビールに合います。だんだんと日が傾いてきました。影が伸びて時間の経過を感じさせます。雪に反射する光の色、この時間は特に綺麗。今回はゆっくり滞在するというより東北の街を巡ることが目的。こうして移動中に景色を眺めることも旅の一部です。季節や時間、場所の移ろいをぼんやりと感じて過ごす、たまにはそういった余白のある時間が必要かもしれません。列車は間もなく終着、稚内駅に到着です。午前中に美瑛を出てからおよそ6時間、無事に稚内駅に着きました。ちょうど1ヶ月前に枕崎駅を訪れたばかりなので感慨深いものがあります。東西南北の橋の駅、ここ稚内駅をもって全て到達。全国に張り巡らされた鉄道もよく作ったなぁと感動します。日本最北端の駅舎は白い壁とガラスが美しい吹き抜け構造。バスターミナル、映画館、道の駅も併設された複合施設になっています。移転や名称の変更などを経て2012年に現在の姿になりました。稚内駅着きました。念願の最北端の駅、これで東西南北全部制覇しました。嬉しい。駅が思ってたよりすごい立派でめちゃめちゃ綺麗だな。なんかびっくりだわ、もっとこじんまりしてるのかななんて思ってました。でもうね、この時期はもう6時前だけど真っ暗なので、とりあえずチェックインしよう。ホテルが歩いて4分ぐらいのところなので、あ、もう見えたわ、もうすぐそこだ。とりあえずチェックインします。日が暮れたというのもありますが、空気もいてつく寒さに変わった気がします。今夜お世話になる宿は天然温泉天北の湯ドーミーイン稚内。駅から徒歩2分の好立地、この近さは寒い季節には特にありがたい。料金は素泊まりで1泊9000円。立地がいいのと大浴場があること、そしてサウナがあることが決め手でここにしました。二重扉、珍しい。この扉はあれかな、暖房の効きを良くするためのものかな。初めてこのタイプだ。で、この扉の外に洗面台とかがある、珍しい。ダブルベッドは世界のベッドと称されるシモンズ社製のものを採用。
独立した洗面台は鏡も大きくて台も広め、使い勝手がいいです。浴槽はなくシャワーのみ。大浴場があるので私は使わないかな。よかった、今日風はねまあまああるけど雪は降ってない、吹雪いてないから視界は良好です。この辺調べたらね飲食店結構たくさんあったんですよね。なのでちょっとフラフラ歩いてみようかな。なんか食べたいと思います。雪が積もった路地にポツポツと光る看板、最北の街の風情があります。飲み屋さんもありますね。出張で来る人も多いのかな。そんな中、ひときわ大きい気になるお店がありました。郷土料理車屋源氏、入ってみましょう。まずは最北端の駅到達を祝して生ビールで乾杯。オーダーしたのは昆布だしにくぐらせていただく稚内の名物料理タコしゃぶ。大きな水ダコの足を凍らせて薄く四角くカットするのが特徴です。グツグツと沸騰したところでタコを1枚取ってだしにくぐらせます。熱が入って少しチリッとなった頃が食べ頃。お店オリジナルのタレにつけていただきます。稚内の水ダコは全内屈指の水揚げ量を誇ります。水ダコの持ち味を世間に広くアピールできる調理法はないかという思いから昭和63年に考え出されたのがタコしゃぶのルーツだそう。水ダコはコクの強いマダコより味が劣ると思われがちですが、しゃぶしゃぶにするなら水ダコの方が向いていると言われています。最後はセットの締めのラーメンをいただいてごちそうさまでした。すごいさっぱりしてていくらでも食べれそう。なんかダイエットのお供って感じでよかったです。レタスとタコが結構相性が良かったね。さあどうしようかな。ちょっとせっかくなので街ぐるっと回って帰ろうかな。看板の明かりを頼りに歩いていると気になるお店を発見。一見にはちょっと入りにくいけど、せっかくなので行ってみましょう。勇気を出して来てみてよかった。まずはもろきゅうと鶏皮のおばんざいをオーダーしました。パリッとしたきゅうりに青唐辛子を使った味噌、香りがいい。焼き鳥はももとレバー、味も雰囲気も好きだな。店内は常連さんが多いのがうなずけます。串焼きめっちゃ美味しかった。レバーめっちゃうまかった。なんか絶妙な火加減と、あとまあ物が、ね、いいんだろうなって感じだったの。ママさんもすごく素敵な方でした。もう近いよ、もうここすぐ、もう道民院はえ近くていいね。旅先で地域で採れた食材を堪能するのもよし、たまたま見つけた地元の居酒屋にフラッと入るのもよし。小さな最北の街の夜、極寒なのにどことなく温かみと力強さを感じました。ここに来るまでの時間や景色、空気を感じられたことは貴重な体験となりました。それではまた明日、おやすみなさい。翌日は昼過ぎに稚内を立つまで駅周辺を散策。まずやってきたのは稚内陸の玄関口。ここは道の駅や映画館などの複合施設。最北の街を感じるショップを覗いた後は氷点下の気温に負けず外も歩いてみましょう。ここからさらに北、日本の領土が広がっていた時代があります。稚内はかつて樺太への海の玄関口として活躍した港町。当時の歴史を今に残す建造物を見に行きます。しばらく外にいると手袋をしていても感覚が麻痺。温まろうとラーメン屋さんに来てみたけれど定休日。近くの洋食屋さんは満席。これはピンチ。凍える前にお店に入れたらまずは昼から乾杯。熱々ジューシーなハンバーグをいただきます。暖かい店内で一息ついたら駅に向かいましょう。ひとまず日本最北端の駅到達の目的は達成。岬から眺める景色は次回の旅の宿題にとっておきます。3泊4日の道北一人旅もいよいよ終盤。次回は稚内駅周辺を散策し、午後は鉄道で旭川へと皆様を連れします。